ベンガルール、旧称バンガロールは、インド南部、カルナータカ州の州都、南アジア有数の世界都市、デカン高原の南、カルナータカ州南西部のマイソール高原の上に位置し、標高は920メートル。地域人口は842万人に達し、インド第三の人口である。2016年の都市圏人口は1016万人で、あり。 同国第四位の大都市圏を形成している。インドにおける IT 産業の中心都市。ベンガルール主街府館、MG ロード、パレードグラウンドベンガルールの名が、歴史に登場するのは、西暦900年頃だが、当時は、住民が、ほとんどいない状態だった。都市としての記録が見られるのは1537年、ビジャヤナガル王国の廃下の領主、ケンペガウダイッセイが泥で、 市場を築き都市を設計し、ビジャヤナガル王国の地方都市として、計画都市と化した、以来のことである。後に、マイソール王国の一部となり、後には、首都として繁栄した。19世紀に、イギリスによるインド帝国建国後、バンガロールは、南インドの軍事、行政の拠点として、植民地支配の中心地となった。支配のための新市街 バンガロールカントンメントが設置されると、タミル人、テルグ人、その他北インドの労働者がカントンメントや、その都市基盤の建設のために他地方から流入した。ベンガルール郊外に建設された、ホワイトフィールド地区。かつての小村は今日、ベンガルール都市圏の経済と娯楽の新しい中心となったベンガルールの気候は、高原にあるためインドの他都市と比較すると穏やかで、涼しく、 インドのガーデン式と呼ばれ、他地方の人々から見て大きな魅力になっている。1947年にインドが独立した後、バンガロールは国営の重工業、航空産業、宇宙産業、防衛産業の工場群が置かれた。さらに、インド経済自由化後のバンガロールにおけるハイテク産業の確立と成功は、インドの情報通信産業を成長させる原動力になった。 バンガロールはインドのシリコンバレーと呼ばれるまでになり、インドの2004年のソフトウェア輸出の35%を占めるに至っている。高い教育水準を誇る大学軍と研究所軍の所在地として知られ、国内第2位の識字率を誇るが、発展途上国の巨大化する都市の常として、バンガロールも大気汚染、交通渋滞、犯罪、スラムなどの問題と格闘している。 また、デリーに次いで在留法人が多いため2008年1月に出張駐在官事務所が開設された。2005年12月11日、カルナータカ州政府は都市の名をカンナダ語での名称に合わせたベンガルールに改名する方針を示した。新しい名は2006年11月1日に発行したがインド内務省からの許可が遅れ。 2014年11月1日、他のカルナータカ州の都市と合わせて、ベンガルールへの解明が正式に認可された。高原都市ベンガルールの北高、ナンディ丘陵バンガロールコサバンデルガの森ベンガルールは、南インドの南西、カルナータカ州に位置し、デカン高原の一部をなすマイソール高原の中心部に位置する。海抜の平均は920メートル。 北緯12度58分、統計77度34分に位置する。安定した地殻の上にあるため、地震は、ほとんどない。都市の面積は2190平方キロメートル。ベンガルール都市圏は3つのタルクからなる。ベンガルール、ノース、ベンガルールサウス、アネカルの3つである。ノースは平坦で、サウスは谷や丘が、多くやや起伏に富んでいる。 都市の地形は真ん中に一本の尾根が通る他は全体に平らである。土壌は赤いラテライトや粘土質の土が主で落葉樹やココナッツの木が多い。大きな川は流れておらず、ケンペがウダ一世はベンガルール建設の際に飲料水のために多くの湖を周囲に作った。20世紀前半、マイソール藩王国最小ミールザー・イスマーイールは、 近郊に貯水池を作り、水道を引き都市の成長に対応した。現在もベンガルール市民は多くのダムに飲み水を依存しているが、水不足は毎年夏になると深刻になる。大気汚染調査によれば、交通の混雑した場所の大気汚染は、重度から深刻に区分されるが、アフマダーバード、デリー、コルカタのような重度に汚染された町と比較すると、 ベンガルールやムンバイは中程度の汚染とされる。北に 60km 行くと海抜線 300m を超えるディ丘陵があり、避暑地として名高い。ベンガルールは雨季と寒季がはっきりしているサバナ気候である。ベンガルールは高い標高にあるため、時折夏に不快な熱波が発生するが、通常1年を通してより穏やかな気候を満喫することができる。 最も寒い月は平均最低気温が摂氏15.4度の12月で最も暑い月は平均最高気温が摂氏32.8度の4月である。これまでにベンガルールが記録した最高気温は摂氏38.9度で最低気温は摂氏7.8度である。冬の気温はほとんど摂氏12度以下に下がらない。夏の気温は ほとんど34摂氏35度は超えない。ベンガルールでは北東と南西モンスーンの両方の影響で洪水を観測する。そのため最も洪水量の多い月は9月と10月、8月である。夏の暑さはかなり頻繁に降る雷雨によって緩和される。雷雨は時折停電や局地的な洪水を引き起こすこともある。 24時間降水量の最高は1997年10月1日に記録した179ミ、mm、リメートルである。ベンガルールの史上、バンガロールはカンナダ語の都市名、ベンガルールの英語化された名前である。ベンガルールの名が記録に現れるのは9世紀、西、ガンガ朝が建てたベラギャラと呼ばれる英雄を称える石碑の碑文に見られる。この内ベフル近郊で見つかった碑文によると、 この地域は890年に戦いの起こった地で1004年まで西ガンガ町の一部でありベンガバルール古いカンナダ語で守りの町と呼ばれていたしかしより広く知られた地名説話ではこのようになっている南インドのホイサラ朝の王バラーラ二世が明かりの最中森で道に迷い飢えて疲れ果てたところに貧しい老婆に助けられ茹でた豆を振る舞われた 感謝した王は、この地を、茹でた豆の町を意味するベンガールールと名付け、後に、これが、ベンガルールになったという。マイソール王国のティープースルタンが1791年に、建てた夏の宮殿タミルナードから来た、チ蝶ラ蝶がこの地を1015年から1116年まで支配し、その後は、マイスールに起こった、ホイサラアサに支配された。近代のベンガルールの町は、 ビジャヤナガル王国の封建領主、ケンペガウダ一世が1537年に築いた泥の城壁都市に始まる。彼は当初、この町を英雄の町を意味するガンダブヒューミと呼んだ。この都市は2つの地区に分かれ、2本の大通りが交差する計画都市だった。後継者、ケンペガウダ二世は、ベンガルールの境界を定める4本の塔を建造した。 ビジャヤナガル時代にはこの町はデバラヤナガーあるいはカルヤナパーラとも呼ばれた。ビジャナガル王国が崩壊するとベンガルールはマラウター王国、ついでムガル帝国の侵攻を受けた。1687年にムガル帝国の皇帝アウラングゼーブはマイソール王国の支配者にしてオデーアーサの王、チッカデイバラージャにベンガルールを30万ルピーで貸したことからこの地は、 マイソールの支配下に置かれた。マイソール軍の将軍ハイダルアリーが、クリシュナラージャ2世から王権を奪った。これにより、ハイダルアリーが、マイソール王国の事実上の支配者となり、その死後は、息子で、マイソールの虎と呼ばれたティプースルターンが引き継ぎ、ベンガルールに宮殿を建てるなど整備をした。 カルナータカ州最高裁建物1799年の第四次イギリスマイソール戦争でティプー・スルターンが打ち死にするとベンガルールは一旦イギリス東インド会社の支配を受けた。イギリス人は城壁都市をマイソールに変換したもののその横に新都市を築きその司法権を所持した。イギリス領インドが拡大するとバンガロールはマドラス管区に含まれることになった。 マイソール王国は1831年、古都マイソールからバンガロールに首都を移した。さらに、1864年のマドラスとの鉄道開通、電話開通が都市拡大に拍車をかけた。19世紀、バンガロールは双子都市の形状を呈していた。城壁都市はカンナダ語を話すカンナダ人が住み、カントンメントにはイギリス人とタミル人が住んでいた。 1898年には、センペストが大流行し、住民は激減し、電話回線による救援と、石破券の依頼が都市をかろうじて救った。1906年、水力発電所の建設によって、バンガロールはインドで、初めて電気が普及した町となった。1927年、ハンオークリシュナラージャ四世の在位25年を、記念して様々な行事が行われたが、 この際病院などと並んで公園が建設されたことで、バンガロールはインドの庭園都市の別名を持つことになる。1947年の独立後、マイソール王国の範囲はマイソール州となり、バンガロールはその州都となった。1956年には州を言語別に再編成する事業が始まり、マイソール州はカンナダ語地域を統一する形に再編され、 1973年、カルナータカ州に改名された。マイソール州設立時、カンナダ語を話す人たちへの教育普及や公的機関への就職が進められ、1940年代後半にカンナダ語地域からの人口流入が始まり都市はさらに拡大した。1961年には人口120万人とインド6位の大都市になり、 自動車会社や航空機会社の工場設立によりさらに人口は増えた。UBC、バンガロール発展の象徴1980年代から1990年代にかけてバンガロールに不動産ブームが起こり、全国から投資が集中し、コロニアル様式のバンガローは相次いで高層マンションに姿を変えた。また銀行やファストフードなど多国籍企業の進出も相次いだ。 こうして国内外からの資本、人口、文化の流入や再開発は地元言語や文化のアイデンティティの危機を招いた。1996年にはバンガロールで開かれたミスワールドコンテスト決勝に女性団体他が反対運動を起こし暴動に発展し、同年ケンタッキーフライドチキンの店舗が農民団体に襲われるなど西洋文化への反対が相次いだ。 都市政府は都市の国際化に対応しスタジアムや高級コンドミニアム建設を進めたが、これは貧しい地域の住宅やコミュニティの破壊と彼らを郊外のより貧困な住宅地に隔離する結果になっている。また1990年代末からのドットコムバブル、IT ブームはソフトウェア産業の雇用を増やしたが、その他の産業の雇用はむしろ減少している。 2000年代初頭には、貧富の差と不完全なインフラ整備からなる劣悪な、住環境の改善を目指した、インド発のゲーテッドコミュニティも出現した。ベンガルールのヒンドゥー教、ジーン2011年の調査で、ベンガルールの人口は市域、都市圏ともに800万人を超え、約850万人と、インド3位、世界27位であり、 人口増加率は2001年から2011年の10年間で46.68%、年平均で約3.9%とデリーを抜いて、インド主要都市の中でトップの勢いである。バンガロールッコは、バングロリアンズ、またはバングロライツと呼ばれる。カンナダゴア社が38%を占めるが、その他、タミル・ナード州、ケイララ州、アーンドラ・プラデーシュ州など、 南インド諸州の出身者も多い。カンナダ語が公用語だが、タミル語、テルグ語、ヒンディー語も通じる。ホワイトカラーの間では、英語が共通語である。2001年の国勢調査では、ヒンドゥー教徒が79.37%、ムスリムが13.37%と、ほぼ全国の宗教構成と近い値である。また、 キリスト教徒が5.79%で、ジャイナ教徒は1.05%と、これらは他都市より割合が多い。女性の比率は人口の47.5%で、識字率は83%とムンバイに次ぐ全国2位の高さである。カースト街の不可職民の割合は都市の14.3%、農業従事者はわずか6%、住民の10%が、 スラムに住むが、これは発展途上国の他都市よりも低い割合である。ベンガルールのビジネスのシンボル、ユーティリティビルベンガルールの IT 産業の代表格、インフォシス社本社ベンガルールの巨大な経済は、同志をインドの経済センターの一つへと押し上げている。2001年の調査で、ベンガルールは37億ドルの海外直接投資を受け入れ、インド第3位となった。 これには1940年代、マイソール藩王国首相であったミールザー、イスマー・イールら地元の先見の民のある政治家たちが、製造業の基盤整備を行ったことが大きい。ベンガルールには北インドとは、違い巨大財閥はないが、国営の重工業企業、とりわけ軍需産業の本社所在地がある。例えばヒンドスターン航空機、バーラト充電、バーラト土木工事機械、 ヒンドスターン工作機械、国立航空宇宙研究所といったインドを代表する軍需企業や陸海空軍の研究施設が集中的にベンガルールに配置された。1972年、インド宇宙研究機関が宇宙省のもとベンガルールに設立された。これら軍事や航空宇宙といった産業が情報技術に熱心であること、 また、口実する通り優秀な高等教育機関が集中していること。これらの大学を出て、アメリカに渡り、シリコンバレーで活躍した人材が、各国に戻って優れた頭脳を活かして働くことのできる、ベンチャー企業がこの地に設立されたこと。同じく、インド2位のインフォシステクノロジーズも、ベンガルールが IT 産業の中心となる要因であった。1984年、インド政府は、 ソフトウェア作成に必要なソフトウェア輸入の関税優遇などコンピュータ産業優遇策を発表。私立の工業大学設置も認可した。1980年代後半よりテキサスインスツルメンツをはじめアメリカの主だった精密機器ソフトウェア産業が続々とベンガルールに進出。同時にインド政府、州政府などは経済自由化の波を利用し、情報、 ソフトウェア産業やその人材に対する規制緩和、1990年代より大規模な工業団地造成と進出企業に対する税の優遇など思い切った IT 振興策を取った。こうして IT 産業の集積する南インド諸都市の中でもベンガルールはインドのシリコンバレーと呼ばれるようにインドのソフトウェア輸出に最大の貢献を果たしている。ベンガルール近郊には IT 企業などの入る優遇措置の行き届いた主な工業団地が3つある。インドソフトウェアテクノロジーパーク、国際テクノロジーパーク、エレクトロニクスシティである。これらの工業団地には整備された道路、優れた情報インフラ、外国人向けの立派な住宅や安心できるサービス業まで揃っている。エレクトロニクスシティにはインフォーシス、ビプロといった 地元 IT 企業が本社を置く他外資系、IT 企業が進出しているが、ベンガルール市街地とエレクトロニクスシティを結ぶホスール、ロードはインド国内を結ぶハイウェイ、国道7号も兼ねているためか、自家用車や長距離トラックで激しく渋滞する。ベンガルールの IT 産業のトップたちは、都市基盤の整備を求めているが、カルナータカ州の農民票に支えられた伝統的で、 官僚的な政府とはいつも対立している。バイオテクノロジーもベンガルールの新しい成長分野である。インドの240以上あるバイオテクノロジー企業のうち100ほどがベンガルールに本社を置いている。そのうちバイオコンはインドのバイオ産業をリードしており世界でも20位以内に入る企業である。またベンガルール証券取引所は 南インド最大の取引所である。日本とのつながりとしては、日本のホンダ技研工業の子会社である、ホンダモーターサイクルスクーターインディアが、リージョナルオフィスを構えており、2013年稼働開始として、自動二輪車の組み立て工場を建設した。ちなみに、2014年にボルボグループの UD トラックスが、UD バススのブランドで販売するバスの制裁工場を建築。 ベンガルールの代表校、インドリカ大学院の創立者でありとた,た財閥の創始者でもある JN ターターの像ベンガルールの中等学校は、州政府律と私立があるが、私立学校は普通授業に英語を使っている。中等学校を卒業すると、学生は芸術、商業、技術の種類のあるジュニアカレッジに進学する。家庭を修了すると、 学生は一般大学や専門大学に進む。エンジニアとして政治家として巧妙だったマイソール王国首相、モークシャグンナムビシュベイシュバライアはバンガロールの教育を発展させるのに重要な役割を果たした。農業科学大学は彼の指導のもと職業訓練のための学校として開校した。彼はまた1909年にバンガロールに設立されたインドリカ。 大学院設立にも深く関わっている。バンガロールは、その他インド全国に名を知られた大学所在地であり、例えば、インド経営大学院バンガロール校、インド国立法科大学、バンガロール薬科大学などである。セントジョン医科大学、バンガロール医科大学は、インドの10代医科大に、いつも名を連ねている。ベンガルールの IT 産業の求人は、 この年の数多い技術系大学の人材の中から選ばれているのである。ベンガルール国際空港ベンガルールの空港は2008年5月11日に開港したケンペンゴーダ国際空港である。インドの経済自由化により、インド各地に国内航空会社が誕生し、低価格で売る格安航空会社も数多く、ベンガルールに就航している。ベンガルールにハブを置くエアデカンは、 ベンガルールからの発着数が一番多い会社である。以前は HAL バンガロール空港を利用しており、インドでも4番目に便数の多い国際、国内空港であった。HAL バンガロール空港は、インド空港公社が運営するインド国内の他の都市の空港と違い、純国有企業のヒンドスタン航空機会社が所有、管理する空港で、 バンガロールの表玄関という民間の空港の機能とインド空軍の戦闘機の製造、試験拠点という機能が共存していた。増大する航空需要にもかかわらず、既得権を持つ企業と軍が民間機の増便に抵抗し、HL 社とカルナウタカ州政府の間で議論が長引いていた。百九十一年、バンガロール新国際空港計画案が誕生したが、計画は、 完了手続きや関係する会社や州都の争いで長引いた。2億8800万ドルの空港予算は2004年、ついに承認され、欧米企業などの参入のもと2005年から建設が始まった。2008年5月、ベンガルール国際空港として開港した。日本からの直行便は、成田国際空港から日本航空が2020年に乗り入れる。ベンガルールは、 インド各都市と鉄道で緊密に結ばれている。ラージダーニー急行のうち、特急列車、バンガルールラージダーニー急行がニューデリーとの間を結んでいる。またムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ハイデラバード、その他カルナウタカ州各地の都市とも結ばれている。市内を結ぶ大量輸送機関として、南マメトロの整備が進んでおり、2011年10月に最初の区間が開通した。 メトロとは言うものの、地下よりも、高価の区間が多い鉄道で、今後も延伸、拡大される予定である。インドの初代都市を結ぶ、幹線高速道路、黄金の四角形のベンガルール、チェンナイカングロと黄色の三輪、オートリクシャーは最も便利な市内交通手段である。メーターがついており、3人まで乗客を乗せることができる。4人まで乗客を乗せられるタクシーはいくつかの会社が、 運営しており、大取記車よりは値が高い。ベンガルールを走る BMTC のバスバンガロール、大都市圏交通公社は3000台を超えるバスを運行し、280万人の通勤客をさばいている。州内外の都市間バスは、カルナータカ州道路交通公社が運行している。ラールバーグ植物園ベンガルールの繁華街、コマーシャルストリートベンガルールはその機構。 緑の豊かさ、マッタラアールバーグ植物園、カボン公園ほか多くの都市公園が整備されていることからインドの庭園都市として有名である。ディーパーバリー、光の祭典には多くの信者の列ができ活力のある祭りである。ダソラはかつてのマイソール王国を特徴づける伝統的な祭典でこれもベンガルールの重要な祭りである。ベンガルールは カンナダ語映画産業の中心で、毎年80本ほどのカンナダ語映画が作られる。カンナダ語映画のほとんどはミュージカルで、そのサウンドトラックは市内で人気を博している。カンナダ語映画の人気は、新しい流行語、バンガロールカンナダ語を生んでいる。これは、若者文化から生まれたもので、英語や他のインドの言語の影響が強い、カンナダ語である。またベンガルールは、食べ物や、 茶の屋台、インド各地の料理、ベジタリアン料理、中華や西洋料理など、食も豊富であり、ベジタリアンが多い国にもかかわらず、ケンタッキーフライドチキンでさえも食することができる。クラブ、バー、パブが多く、若者の夜遊びの選択肢の多さもインド随意一致である。欧米のロックバンドがベンガルールにライブに来ることも多い。スポーツで最も人気のあるのはクリケットである。 ベンガルールは、ナショナルチームのメンバーなど、インドの多くの有名クリケット選手を生んでいる。子供たちも、路上や公園でクリケット遊びに余念がない。プロリーグである、インディアンプレミアリーグのロイヤルチャレンジャーズバンガロールが、所在する。クリケットのトップスターの一人であるビラット・コーリは2019年、現在このクラブに所属している。最大のスタジアムは1974年完成の、ブ。 チンナスワミスタジアムである。また、エリートのためのクラブも多く、バンガロールゴルフクラブのほか、マイソール王やウィンストン・チャーチルも会員だったバンガロールクラブがある。2006年10月に行われたサッカーアジアユース選手権の開催地である。サイババは夏の間、ベンガルールの郊外ホワイトフィールドで過ごすのが慣例であった。ありがとうございます。